こんにちは。今回も日本トカゲの餌やりです。2年弱飼育して一歩ずつ慣れてきた日本トカゲに、今回は手から乾燥昆虫を与えたいと思います。やはり逃げました。人間に対して逃げまくってきた日本トカゲにはさすがに無理があるんじゃないかと思われますが、数日前には同じようにして乾燥昆虫を2つ食べてくれました。とはいえその時も警戒しながら、食べたい欲求がわずかに上回って食べてくれた感じです。警戒心が強いままだと恐怖を感じた時のストレスも大きいと思うので、少しはビビらなくなってほしいのでチャレンジしていきます。レッドシェルタートコルクの後ろに逃げたようです。舌をペロペロするのは餌の匂いを感じている証拠です。餌を食べる前にはよくします。本日2回目の逃走で潜っていきました。この日は二度と出てきませんでした。ということで失敗した餌やりでした。飼育当初は近づくこともままならない状態で、遠くから撮影したり大変でした。そこから比べると手から餌やりなど、当初は想像できないぐらいのことだったので、その進展がわかるよう、またチャレンジして撮影を成功させます。それでは今後も飼育している生き物の報告をしていくので、次回の動画もよろしくお願いいたします。